チェキラドムイテジュンです。今回はクイーンオカズステファニー VS VN トンピナイというわけでね、ウォームアップトーナメント初戦が始まりまして、なんとか勝利することができましたと。まあ、結構トンピナイとは大会、そうだね、公式大会めちゃめちゃ当たる気がしますけど、すごいね。トンピナイとやる率めっちゃ高い気がする。去年の終盤あたりから。まあ、ちゃんとね、コンスタントに世界大会しっかり予選勝ち抜いて勝ち上がってくるのはさすがですね、トンピナイ。まあ、すごい相性いい気がするんですけど、クイーンウォーカーズからすると。まあ、しっかり勝つことができて、まあ、とりあえず6クランまでには入りましたと。8クランをね、まずは初日で6クランに絞る作業をしなきゃいけないんですけど、ダブルイリミネーションというわけでね、負けたチームはまたこの後試合があって、VN トンピナイは次の試合で勝つことができてたので、まあ、ギリギリベスト6には残ってるような状況でしたね。まあ、日本クランからアブソリュートゼロがもう一つ出てたんですけど、残念ながら初日で敗退と。チーム XO とアブソリュートゼロが敗退になって6クランになりました。まあ、残ってるのがね、まあ明日じゃねえわ。次の対戦がクイーンオカズはスペースステーションとの対戦になりますね。まあ、元インツのベルナウだったりマリナウだったり、ブラジルのね、めちゃめちゃ強いチームとの対戦になります。で、もし負けてしまうとまた VN トンピナイなのかな？逆サイドかな？で、逆サイドがトライブ VS バタングで、負けた方がワー&グローリーと対戦になるというところでね、こうやって見てもやっぱ豪華なメンバーというか、まあ有名なクランはしっかり勝ち上がってくるんだなというところで、まあ欠けてるとこ少し見てくってなるとストラウトぐらいかな。めちゃめちゃしんどいね予選があったんですけど、それでも割と しっかり勝ち上がってきましたね、みんな。というわけでね、今日はリプレイ見ていきたいと思います。はい。まあね、スタドラもね、こけてはいるんですけど、 99% とかなり惜しかったですね。順番通り見ていきますか。ガクから、いや、このアタック気づきます？ガク自身もね、ツイッターでツイートはしてたんですけど、これだけ見て気づくことありますかね、皆さん。はい。6-1 の天才のね、クイヒーライダーですね。まあ、このシングルだったりクロスボウを折ることでタウンホールへのクイヒーを簡単にしてあげるという形ですね。まあ、突撃艦をここに投げることはできないし、まあ、ロイヤルチャンピオンの誘導はテスラスペースありすぎてさすがに危険すぎるし、まあ、左側流れたらもう終わりですよね。なので、まあ、安全に折るってなった時にライトニングという選択になったのかなと思います。まあ、残してそのままクイヒーするっていうのも、まあ、手っちゃ手なんですけど、まあ、ポイズン効果受けながら援軍当たるしシングラリティっていうのもあるんでね、まあ、今日は無理かな。さあ、12時区画にフレームシューターを打ち込んでいきつつ、穴開けなしでしっかり誘導ができています。さあ、残ってしまったアーチャーターンにベビードラゴンを当てていって、6-1ライトニングはもうまだ打たない。タウン起動したのを見てクエイクでタウンホールを揺らしていきつつ、そろそろ援軍かかりますね。さあ、下からキングウィザード展開していって援軍が出てくる。まあ、ここでシングルと当たるような感じになるんでね、残ってたら。そして謎のフリーズをかけていってからのレイジーポイズンがないと。そうなんです、これ援軍ね、ポイズン忘れてるんですよ。まあ、速攻で、まあ、クロック合わせて、相手の援軍がラバーストライカーだったのもちょっとラッキーではありましたかね。さあ、ちょっと、キングロイちゃんパートが捕まりかけてはいて、少し伸び悩んでいるところ、フリーズもちょっと無駄にしちゃったんでね、インビジブルかけていってギリギリですが、このインビジブルが完璧だったことでなんとか突破できます。さあ、ショテッドーム。クイーンの方もなんとか生き残っていきつつ、12時、このフレームシューターがバチクソに刺さってますね。さあ、かなり膨らんでいって中心マルチ2個というところなんですが、これはドラゴンライダーで突破していかないと厳しそうな展開になりそうですかね。さあ、呪文はもうないので、このロイヤルチャンピオンをなんとかして突破したいんですが、クイーンではなくドラゴンライダーの方に引き寄せていってしまいました。ロイちゃんを処理できるユニットがいないのだ、そっちには。さあ、かなり苦しい展開で続々とロイヤルチャンピオンにユニットが落とされていって、ここでクイーンがロイヤルチャンピオンと当たっていきますが、どうでしょう、打ち勝つことはできるのか。さあ、オールが若干触ってくれたこともあってクイヒーが勝ちました。さあ、フレームシューターは壁を破れずここで合流。これ時間もかなりギリギリのアタックだったんですよね。さあ、相手のキングがまだ残ってるのもかなり嫌なところ。さあ、赤爆出てきますが、対地クロスボウというところ、綺麗に対空砲とテスラ以外のところ削り取り、これ、エリクサータンクを先に壊しておくことで、スニークゴブリンをテスラに潜らせていくような形、なんとかテスラがスニゴブ、打ち勝ってくれて、これで終了と。かなり危なかったですが、取り切りましたね。さあ、続けて、ホッサン、ヒーラー一体の、まあ、ラバルというところで、まあ、ヒーラー一体つけるの好きですね、ホッサンは。
いや、今のかなり苦しかったね。うん。まあ、よく取り切りましたね。まあ、フリーズ、そうだね。インビジブルとフリーズを間違えたと思うんだけど、ヒーラーとクイーンにね、かけてた。あのフリーズも結構もったいなかったね。なので、相当テンパっていったんじゃないですか？珍しく。ポイズンねーってなった上に、フリーズを無駄打ちしちゃったんでね、相当テンパってた。珍しいシーンでしたね。さあ、初手、アーチャーターだったり、大砲だったり受けるというところで、ヒーラー一体をつけて、まあ、ちょい食い火みたいなノリなんですけど、このインビジブルが外れていく。ちょっと遅かったですね。グロークとインビジブル被っちゃったので、これも痛いミスですね。さあ、リクスケルトンでターゲットを取って、ウォーデンゾンのね、効果力のところを外していきつつ、もう一回リクスケ打ちましたね。相手のクイーンだったり、シングルインフェルノだったり、第一クロスボウだったり、この辺を重点的にスケルトンでかわしていきます。さあ、早めのフィストで相手のクイーンを処理していきつつ、この援軍と当たるようなね、ウッドランチャーの角度がいいですね。相手の援軍をボコボコ飛ばすことができつつ、マルチ IT にも当たるようなところ、シングルにも一応当たってるんでね。さあ、レイジをかけていって、ちょっと真ん中開かなかったところが痛いか。さあ、ヒーラーにもかかるようなレイジをかけていくことで、クイーンの HP をギリ保ちつつ、スケルトンもう一枚使ってロイヤルチャンピオンの方も伸ばしていきます。ヒーラーがこれ落ちちゃった。そしてクロンクがないことと、この穴が開いてないことで、ね、おそらく狙ってたんじゃないかっていうマルチ IT が残ってしまいます。さあ、ロイヤルチャンピオンの方は相手のロイちゃんと投石突破することができまして、なんとか突破できてるんですけど、中心マルチが残ってちょっとめんどくさいですね。さあ、ここからラバルの見せどころなんですけど、まずはタウンホールの方に集めていきつつ、ヘイストからのオイラはトーム。さあ、マルチもかかってるしね、これかなりしんどい展開なんですけど、ラバにトームかけて罠解除からのヘイストでマルチインフェルノ潜り込ましておいて、裏から投石を囲う形、ずーっとね、ラバがね、投石のタギを取ってくれているので、クジがこれ囲い込んだのは素晴らしいですね。さあ、気づいてみれば投石を囲い込む形が出来上がって、ヘイスト潜り込んで終了と。いや、このラバルはかなり難しいですよ。マルチが中心、タン裏のスペースで残った上にね、呪文も結構少ないところだったので、まあ、よくクジがしっかりバルーン出し切らず残しておいたところと、オイラバトームでしたね。まあ、なかなかできることじゃないかなと思います。ガーサス。さあ、続けてクラウス。真ん中マルチとクラン城にスケルトンインビジブルコウモリをかましていきますね。さあ、これヒーローがね、かぶってるところなんでね、しっかり相手のヒーローまでかぶしていかないといけないんですけど、さあ、レイジインビジブルコウモリスケルトン、例えばコウモリとかがね見えてしまった時にヒーローが撃つでしょ。それに反応したスケルトンが、なんか例えばこの場合だとクイーンとかのタゲってずれてしまうみたいなことがね、ヒーローの近いところへのスケインブのミスの一つなんでね、まあ、完璧に隠してあげないといけなかったりするので、ヒーロー付近のスケインブはかなり難易度が高いです。さあ、6時投石の部屋を穴開けして、クイーンと、いいウォールブレーカー。さあ、ロイちゃん初手テスラモリ、これはジャイアント盾にしますが、フリーズでリカバリー、結構罠出てきましたね。重めの罠が登場です。さあ、なんとかキングは投石機を突破しつつ、インビジブルでマルチの方も初手でね、テスラモリ引いたんですが、なんとか突破することができました。逆に言うと、このテスラモリを初手でもう解除できているので、ラバルパートはかなり楽に進めれそうなんですけど、ヒーローの方がね、少し削られていって、思ったよりは伸びてないかというところでしょうか。ただ最低限のところは十分壊せましたね。相手の投石機クイーン処理できつつ、マルチまでロイヤルチャンピオンで突破ができてます。さあ、ただクイーンの方がちょっと縦ユニットがいないので、もうかなり苦しい展開なんですが、どうでしょうか。さあ、フリーズを2回使っていったことで、もうラバルに使えるフリーズはないんですが、なんとかクロークをタウンホールの方まで温存することができて、タウンはしっかりクロークで壊すことができました。ボマーが無双してますね。
さあ、オイラバストライカーかましていってヘイストかけてここでトーム。ちょっと左のバルもかかってほしかったところではあるんですが、このヘイストで一気に投石機の真上にバルーンが吸い込まれていきます。さあ、この隙にストライカーもキングを処理してロイヤルチャンピオンの方にスライドしていって、さあ、あとはヘイスト2発で囲い込んでいくような形で終了ですね。残っているのもシングルインフェルノと、ヒーローパートにフリーズ全部使わされたんですけど全く問題なかったですね。結局ヘイスト1枚余る余裕の展開すえ、もうスケルトンインビジブルとボマー型のスーサイトとね、使い分けるだけでこうやって、まあクラスレベルのクオリティがあるからですけど。さあ、ラスト見ていきましょう。今回はね、防衛が結構トンピ内に寄せれてハマったので、まあかなりいい感じに楽に攻めれましたね。タンク回避していって、まあテスラもケアしつつ対空砲が近いのでね、まあヒーラー、まあ、出せるんですけど、あった時めんどくさいんで出しましたっていうのと、罠チェックもっと6寄せてホーミングチェックの分の割愛ですね。どうせホーミングチェックするならジャイアントの方が強いじゃないですか。同じバルーンとジャイアントの枠なんでね、その隙にこのロイちゃんでね潰していくと、シングルインフェルノ、そして援軍まで寄せていきます。これ最強っすね。久々にやった気がする。でこれ大砲からの1タゲだけなのでストライカー受けますが、これ問題ないですね。レイジかければ全然耐えれるっていうのと、むしろこれストライカーの攻撃受けてあげないとラバ先行してラバが来ない間にねやっちゃうんでね、ストライカー受けつつレイジ受けが正解ですね。ポイズンはパピーに絶対に残す、この方が一番時間は早い。援軍ラバの時ラバにポイズン打つのが一番強いですよ。手取られる時間総合で見た時に一番早いです。さあ、ターンしっかりホーミングチェックも通って、ここでね赤見えたんですよ。赤が見えてもここに見えたってことは左に相当寄らない限りは当たんないし、1個もう赤が解除できたので赤爆でヒーラー死ぬことがないので、もうこれはホーミングチェック入れません。さあ、ちょっとこれね、シャアなしのクローク打ったんですけど、でウォルブレイカーは右につくの分かってたのでしっかり1枚余分に持ってきつつ奥に届かせていきます。完璧ですね。これもうしっかり右につくの分かってないとジャストで持ってきたらダメですよ。さあ、ここはもうテスラ絶対あるなと踏んでいたのでフリーズの位置は初手から決めてました。ここに打っていって、まあ、ロイちゃんの処理が問題なさそうなんでストライカーはキングに混ぜていきます。キングも生き残ってこっち来てるしね、かけ毒なんですよこのドーム、どうせ手元に残るぐらいなら。さあ、あとはラバ囲ってあげて、ちょっと HP 見づらかったんでね、ここなんか地味になんかラバの HP 見づらくて破裂ぐらいのタイミングでフリーズかけようかなと思ったんですけど、まあちょっと早かったみたい。でも問題なくフィニッシュで、まあほぼほぼ完璧じゃないですか。黒く出たところ以外は基本的には完璧じゃないかなって感じ。余裕でしたね。これでフィニッシュという形でした。はい、というわけでね、マクイーンウォーカーズステファニー VSVN トンピナイ無事14対12で勝利することができました。次はね、3月5日の22時という形ですね。僕らは初戦になりますので、まあ、いきなり開幕戦22時からスタートになります。まあ、対戦相手はスペースステーションゲーミングっていうところでね、まあ、かなり強豪なんで、どういう試合になるかちょっとまだわかんないですけど、かなり点の取り合いの予感ですね。結構まあクイヒーのイメージも強いですけど、ドラゴンだったりラバルだったり、ドラ系ラバル系クイヒー系をしっかり中心にやりつつ、まあ、かわしてくるところもあると思うんでね、その辺もしっかり見つつって感じで対策していく感じかな。新生スペースステーションと対戦するのは多分初めてだと思うんで、記憶間違ってなければ忘れてるかもしれない。一回やってんのかな、忘れてるかな、やってない気がするんで楽しみですね。というわけで今日はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。